がついたら今僕はここにいた。田野畑村でございます。三陸鉄道に乗ってですね、取越駅というところで降りて自転車に乗りましたね。といっても次の電車の時間までの間ね、海の方に行って漁港を見てね、魚釣りができるかどうかねチェックしたんですけども、ちょっとやったと思いますけども結局釣れませんでしたね。気がついたら今僕はここにいた。すごいね、津波のシェルターができているんですね。道路がね、気がついたら今僕はここにいた。昔ね、2011年の5月ぐらいだったかな、車でねすぐそこ通ったような気がするんだよね。あれから10年経って、10年ぐらい経って今治った位置にいます。あと10分かそこら辺で電車が来ます。まあ電車といってもディーゼルカーですけど、田野畑さん、スナック菓子のように猫本部を買ってみました。食えるのでしょうかね。440円でした。そんなこんなでね、また電車に乗って岩泉の方を目指しております。さっきの目、根昆布は硬くてね歯茎に刺さりましたね。でもしゃぶって楽しみましたね。気がついたら今僕はここにいる。